青木康弘でーす、本日はプロレスファン列伝ということで、はい、元祖プロレス今日は何の日を、毎日のように更新し、調べ続け、ありとあらゆる SNS でアップしているAJ スレンダーさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長い付き合いです。そうですね、うん、そもそもなんで AJ スレンダーなんだみたいなところから、そうです、そこから話聞きたいですよね、はいはい、我々も知らないですもんね。そう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 、はい、まず AJ っていうと、はい、AJ スタイルズ好きなんですかってよく言われてたんですよ。絶対そうですよね。今の世界的な AJ はあの人ですからね。でも僕のはもともとアートジャンキーさんってプロレスの T シャツとかをずっと作ってらっしゃった方、まあ有名な方ですけども、そのお手伝いをずっとしてたんですよね、うん、はい、そんなに手伝ってくれんやったらマスクを授けようということで、このちゃんとしたプロ仕様のマスクを授けていただいて、名前どうしようかなーっていう時に、ちょっと細いからじゃあスレンダーでって言われて、あ、加藤さんから言われたんですか。そうです、加藤さんからじゃあスレンダーで、AJ スレンダーでいいわっていうことで、そのマスクも名前も授けていただいたんで、ずっとこのまま。そうなんですね、はい、そうなんですか。その、プロレス今日は何の日始めるのは、うん、AJ スレンダーになる前ってことですか。あ、その前にやってました、はい、そういう。じゃあもう完全もう本当にプライベートで。あ、そうですね、もう何でしょうね、僕の、一緒に仕事してるやつでロボ石丸って特撮大好きなんですよ。ロボ石丸が特撮今日は何の日ってちょろちょろ書き出してたんですよ。へえ。それがやたらウケるんで、はい、じゃあプロレス今日は何の日やったらどうですかって言われて、うん、あ、そうだなと思ってちゃかちゃか書き出したら、もう一番最初続けようと思ったのはあれなんですよね、高田信彦対北尾浩二のハイキックで、はい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 、あれを書いた時に、うん、レーザーランも RG さんが引用リツイートしてくださって、あ、俺これ密航して行ったわってこう書いてくれたんですよ。全然面識もなくて、全然ない。でそれを見た時に、あ、プロレスの試合でなんかこうその人の人生の中の思い出スイッチみたいなのが入るなと思って、あ、ちょっとしばらくやってみようと思って書き出したんですよ。もういきなり毎日更新したんですか。いや、それが最初はもうネタ探しが大変でですね、はい、連続で書いたり1週間1回になったりしてたんですけど、うんうん、だん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 皆さんがこう、むしろ情報をくださるようになってですね、うん、ああ、今日この日だよみたいな、はい、明日の日ですねとか、ご丁寧にこう動画とかいろいろ送ってくださる方がいて、これはちょっとやんなきゃってこうやってるうちにどん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 埋まっていったんですよ。それで1年間がっつり埋まっ、ちゃんと埋めたのは何年ですか。いや、でも2014年から始めて、うん、終わったら2016年なんですよ。もう約2年間かけて、2年間かかって、僕書くときって一回ザーッと試合の映像を見て、うん、でふむふむ、うん、あ、こんな感じの試合か、うん、で2回目でもう一回見て、どこでどんな技あったとバーってメモ書いていくんですよ。へぇ。 で最後に切り取っていくっていうことをやるんで、都合3回見るんですよ。ああ、なるほど。だから切り取りが結構大変で。そうですよね、何がその試合で何が行われたかっていうことを切り取って、それを短い文章でまとめなきゃいけないわけですからね。今日はこれがあったようで終わりじゃないですからね、その中身までやっぱり多少触れながらですもんね。でちなみにまあ1年がまあ例えば全部完結したと、ね、365日分が、はい、そうするとまだでもそこから毎年毎年ずっと続けてるわけじゃないですか。そうです、でもほとんど同じことは書いてるんですよ。2週目は、はい、違う出来事とかじゃなく、基本は一緒のものを、一緒のものずっとブラッシュアップしてる。ブラッシュアップしてる、なるほど。でもやっぱり僕の記事そんなプロレスファン全員が見てるわけじゃないんで、うん、やっぱり2週目で、あ、2年目で初めて見てくれた人、はいはいはい、3年目で初めて見てくれた人っていうので、はい、なんか最初はちょこちょこ変えてたんですけど、はい、いや、これ知らん人ばっかりやからもう一回やろうってずっと書き直し書き直し、写真も選び直しってやりながら上げてったんですよ。確かにそうですよね、その1年を通じて見た人よりも新しく見てくる新規の人が多いですもんね。まあそうですよね。
年々こうツイッターのフォロワーいただくのも増えて増えて、うん、ご指摘も増えて、うん、ちなみにあの一番反響があった記事っていうのは何なんですか、はい、あもう何年やっててもタイガーマスクデビュー戦です。初代タイガーデビュー戦が一番反応があって、もうそれはやっぱリツイートとかいいねとかコメントも全部多いんですか。全部それが一番、毎年一番。へえ、なんだね、やっぱタイガーマスクってすごいね。まあ今でもやっぱりね、全国にもうタイガーマスクにもうね憧れてるっていう人が未だに存在するわけですからね。まあ、僕はその昭和のプロレスのことばっかり書くっていうのもあるんですけど、まあ、タイガーマスクが1番で2番目は UWF なんですよ。すごいそのまあ UWF ってテレビやってなかったですから、ビデオ世代の人たちがやっぱり懐かしいとか、うん、であと会場で見てましたも当然ありますし、うんうんうん、やっぱ信者がねやっぱ多い、はい、熱いファンがねいるんだね、そこにはね、うん、はあ聞きにくいですけど、反響薄かったの。いや、当然あるんですけど、はい、その選手の名指しになってしまうんであれなんですけど、はい、まあでも試合の方は大体平均的に反響はあるんですよ。でもなんか雑誌の発売日とかってやると あんまりそうか、あそうで終わっちゃうみたいなって、まあまあそう、そうか、発売日に思い出はないですもんね、確かに。そうですね、雑誌の髪の毛創刊日ですってのは、それすごい反響だったんですよ。髪の毛の表紙が毎回好きなんで、あの時の表紙がいいとかってやっぱコメントをもらいましたし、なるほど、うん、なんか選手の自伝みたいな発売日って出すと、うん、あそうですねだけの反響で終わっちゃう。そうかそうか。ちなみに我々の誕生日の今日は何の日か、うん、あ気になる、ちょっと気になるんですけど、はい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 、スマホにも貯めてますか。僕はですね、5月の17日です。5月17日です。間もなく。間もなくです。あー、いい日ですね、これ。5月17日。はい、1985年、5.17、うん、熊本県立総合体育館。渋いな。ドラゴン平田暴の日ですね、これは。知らなかった。平田太郎の日ですよ。お前平田太郎のあの日が5月17日。さあもうプロレス界のね、もう超有名な、うん、トップ10に入るぐらいのね、名言であり。あそうなんだ。ちょっと今度あの藤波家の食卓行ったら藤波さんに言ってみようそれ。そうだね。めちゃくちゃいい日です。奥さんは？はい、僕8月14日です。8月14日。はい。割と夏なんでね、うん、まあ、出来事多そうですけどね、まあ、お盆なんでね。あ、そうか、うん、これもいい日ですね。2005年の 8.14、うん、両国なんですけど、はい、G1 の準決勝ですね。あの藤田和幸対川田としてあったあった、これもこれもまさかここが交わるとはみたいな試合。あ、序盤に足の取り合いするそのアマレスの攻防がちょっとあって、はい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 、はい、試合なんですよ、もう殴って蹴ってばっかりなんですけど、はあ、いい大会ですね、でもね。いや、この試合はすごい印象的ですよね、やっぱこの組み合わせの新鮮さはね。ちなみに AJ スレンダーさんのお誕生日は、あ僕10月6日なんですけど、はい、これは、まあ、これも僕忘れないんですけど、はい、89年の 10.6、うん、はい、これはですねFMW 旗揚げ記念日なんですよ。おー、へぇー、旗揚げか。パンフが2色ぞりぐらいのあのやつなんですけど、はいはいはい、であの TPG の3人衆も揃ってデビューしたっていう、うん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 、これでもやっぱりね、うん、やっぱそれぞれのね、はい、誕生日とかね、うん、やっぱ聞かれることもあります。あります、あります。私何日なんですけど、はい、もう占い師みたいな感じでね誕生占いみたいなね僕の誕生日なんですか、うん、いやもう正直あのブログ見てよっていう時ありますけど検索者で検索者で入っていただいてるんですけど、声優さんの卵の人、うん、別にプロレス興味ないのに、はい、なんかあの私の誕生日なんですかって言ってあの12月2日なんですけど、はい、って言って、ああの新崎人生の誕生日ですって言ったら、そんな反応やったら聞きに来んといてよ興味ないです、ね、何かきっかけが欲しかったんでしょうねでもそれってあれですか、元旦とかもあるんですか、そういう。あ、元旦ありますよ、全然。あの昔、昭和の新日本プロレスで元旦やってたね。ああ、そうか。
ってたんですけど、はい、82年の 1.1 後楽園ホールで、うん、タイガーマスク対ダイナマイトキッドなんですよ。あー、お正月から WWF のジュニア王座戦をやったっていう試合なんですね。そんなめでたい正月があったんですか。いや、さすがに大晦日はあれですか、もう最近のやつになっちゃうんですか。あ、そうですね、大晦日はもう僕いつも毎年絶対買えないのは、うん、もう高井義弘対ボブサップなんですよ。はあ、なるほどなるほど。年でした、もうその年の MVP 決定戦みたいな、うんうん、ボブサップもわーってなってる、ね、そうですね、高いね、体当たりしてね、ボブサップ同士にね、交通事故ないと、まあ、そこはやっぱりなんか高山さんへの思いみたいなのが含めての買えないという感じが、高山さん、あの別のウルトラマンの上映会のイベントで、はいはい、お会いしたんですけど、はい、僕もウルトラマン愛とかウルトラセブン愛をすごい感じて、うんうん、好きですもんね、特撮漫画がね、うんうん、で、あのアメ車で、はい、あの駐車場に来られて、はい、で、まあ、帰りも送ってったんですけど、はい、まあ、そのでっかいアメ車でガバッて乗る感じがすごい様になってるんですよ、うんうん、でドロ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 ってすごい音で去っていくのを、うんうんうん、はぁーってなる、ガスを浴びながらみたいな思い出があって、その時スリーパーしてくれたんですけど、はいはいはい、ちょっと高山さんっていうぐらいスリーパーされて思い出消えるわっていうぐらいスリーパーされたんですけど、まあ、そんなもあってもずっと高山さん応援の日として、おみそがいつもそれを書いてます。これからこの、まあ、まあ更新をもちろんね、はい、まあ、継続して続けていくおつもりなんですよね。いや、それがですね、はい、え、もうあの、え、もうバトルニュースさんでも、うん、もう1年、ちょうど1年、はい、連載終わって、え、その4月で終わったんでしょうか。あ、そうです、4月の23にタイガーマスクから始めて、去年のですね、はい、で、あの4月22日で、あの飛龍革命勃発ですよ、はい、ってちょうど、うん、虎で始まり、龍で終わるっていう、素晴らしい、はい、いやー、よくやったと思って、はい、もう、ええんちゃうかと思って、そうなんですか、引退ですか引退、うん、もうでもね、いろんな人からもう一周行きましょうよとかあるんですよ、うん、ずっとやっぱり同じネタをずっと書いてたりするんで、はい、うん、変えて、もう変え、もう一周違う方向です、全部新作、オール新作で、それは見たいですよね、平成も30になりますよと、うん、言われる、うん、もう一周やってる人っていないはずなんですよ、そんな毎日試合内容なりでしょうね、いないでしょうね、ちょっと今日ここで決めてもらっていいですか。なんだやるのかやらないのか、やるのかやらないのか、せっかくの聞くやっぱ、うん、もう見てる方にも宣言をしていただいて、うん、でももう終わりなきことじゃないですか、これってプロレスランド日って、うん、自分の命がなくなるまでプロレスは永遠に続いていくわけじゃないですか、そうですね、そう、新しい色んな出来事も生まれていくし、どん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 生まれてくるわけじゃないですか、うん、それ例えば本とかね、書籍とか、はいはいはい、なんかそういう一つのまた形として、まあ、そのバトルニュースやったのはそうですけど、うん、そういうので残したいみたいな目標はないですか。その本で残したいってやっぱり思ったんですよ、はい、あとただただだらだらおじさんの感想文を書いた本誰がいるねんと思って、ああ実際の権利問題で写真が使えないってことですね。でもそれは何かあの例えば知り合いにイラスト描ける方がいたらその方に 絵を描いてもらう、もう挿絵1個とか、はいはい、そうですね、どれでもいいのかもしれませんけどね、うん、365ページ、うんうんうん、あ、いいじゃないですか、うん、ね、365冊限定とかね、例えば、あ、限定発売、あ、それ、あと何冊ですっていうのはだいぶ恥ずかしいですけど、ね、いや、一冊365円、安っ、安っ、安すぎだー、ブラック企業だなまあでもこの日他のあるなっていうのもやっぱりあるんですよ、この日に被るやつとか、あ、一番僕の中でこれはこっちを出したいんですっていう日は 10.9 なんですよ、あ、もう 10.9 って聞いたら、はい、もうやっぱり、最近の人ってもうあれですね、東京ドームのね、東京ドーム、はい、新日本対ユーインとかですね、ありますよね、もう一個ね、有名なのね、本当に言いたいのはその9年前に、はいはいはい、前田明対ドン中谷ニールセンやってんねんそうなんですよね、10.9 といえば、はい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 、あそこで前田明が、明兄さんがユーの強さを見せたから、うん、あれがあって9年後
高田対武藤があったんやでと。確かにその 10.9 というのは運命的な数字ですね。そうね、うん、僕はこれをお知らせしたいですっていつも、うん、それはちょっとシュープロモバイルとかの今日は何の日に対してのちょっとアンチ的なやつもあるんですか。いやもう全然お仲間だと思ってますよ怪しいな一緒に頑張りましょうと思ってます。一回も手取り合ったことないですよね今度多分来年も来年今年も来年もそれを伝えなあかんと思ってますけど。じゃあやるんですね。やっぱやるんですね、これは。もう一周、もう新作なのかどうかも、ね、含めて、ね。もう新作でね、やってもらって。でもこれ言ってたら、新作ちゃうやんって絶対言われるじゃないですか。そうですね。そうですね。だから10点9は前田もどんな感じにさ、使えないから、ね。でもなんかね、あのそこでもじゃあドームの 10.9 っていうのもなあって感じしますね。そうですね、確かに。また別のを探したくなっちゃいますね。でもなんかまあ、ちょっとね、はい、まあ、あの今後は、うん、まあまあ、あのツイッターなりなんなりを見ながら、はい、あ続けたんだなとか、はい、あやっぱしんどくなって終わったんだなとか、サボってるなとか、まあ、それはちょっとまあね、後からちょっとあの長い目で見てもらいたいなってことですよね。本当にやるぞってお約束できないですね。あなるほどね。だからまあ正直ここで宣言できるのはあの時間をくださいっていうことです。ああ、わかりました。もう守ります。それはね。もうまず年表作らないと。ああ、そうですね。日々探してられないんですね。ちょっと武者修行。武者修行。はい。まあ日本にはいますから。あ、日本にはいる。遠征はしませんけど。武者修行って。もしかしたらここから素顔になってる可能性もあるってことですもんね。ああ、もしかしたら。正直これもう作ってから。はい。5、6年経つんですけど、はい、作ってもらってから、うん、もうここパンパンなんですよ。あのああこれできてから7、8キロ増えてるって。ああ、そうなんですね。もうそんなにスレンダーなくなってる。それあのお二人とイベントやって家帰ると、うん、なんか鬱血してるんですよ、これパンパンで。おかしいなって言って。あとちょっと僕前々から思ってたのは、例えば一緒になんかイベントとかあの前に行ったりしたこともあったんですよ。例えば、はい、あの藤波さんとベイダーさんのイベントとか2人で行ったりとかするんですけど、それで写真撮影会、スリーショット撮影会とかあるじゃないですか、かぶるんですよ。あマスクをね。いや、素顔で撮ってもらった方が良くないって僕は思う。それ確かにおっしゃる通りで、うん、僕今までの写真って、うん、やっぱりなんかかぶって撮ってたんですけど、うん、あなんかあれやな。でもですね、寂しくなる時があって、それは自分の顔でせっかく有料で、ね、行って撮ってもらうんだったら、あとなんかたまに思ってたのが、あの被ってこいよと思ってた。またしてんだレジェンドと思って。被って撮るなら。ああ。なんでレジェンドな友達なんだよ。ちょっと被りますみたいな。ちょっとかぶりますみたいな。すいませんって言って、あのすいませんの時間みんな。なんかもうなんかねえねえみたいななんか変な場合そうそうそう謎だしなんでかぶったの謎だしもうあのマスクの人めっちゃ汗かいてますそういうやってる方なんですかとか聞いていや違いますとかってますます説明の時間はまだ申し訳ないですねじゃあもう宣言します。あマスクはもう取ります。ああ取りましょう、はい、ここで今ここでめちゃくちゃハードル上がっちゃうそんないやあの選択してこの裏側にあるザ・コブラのサインも薄れてきてますし。あ、コブラさんのサインなんですか。そのコブラさんのイベントに行って、うん、またその時も嬉しがってこれ被って、うん、まあそれに関してはもう全く意味わかんないですもんねこのマスクにコブラさんのサインをもらう、あの失礼ですよその時私物何でもサインしますってことなんですけど何にも持ってなくて別にもう何ならもう財布とか何でもいいから、うん、なんかちょっと自分の今着てる T シャツとかそんな方がまだ良かった、うん、どうしようと思って、うん、じゃあもう、まあ、じゃあもうこれから脱いでいくと、はい、これからもう脱いでいきます、ね、じゃあ、何の日に関しては時間をくれっていうのと、はい、マスクは脱ぐということですね、はい、もうじゃ あマスクをあこうついに素顔大したおじさん、普通のおじさんですね。確かにそうなんです。後楽園でよく見かけますよ、はい。あ、歴史が。こんにちは。なんかね、お名前は。あ、川口と申します。よろしくお願いします。川口さんの。
今日はちょっとあれですね、はい、もういろいろなことが、まあ、今後はちょっとあれですけども、はい、まあ、この素顔を公開するっていうのがやっぱ一番の、ね、大事件で、大事件、そう、もう多分いいねがつかないと思います。自らマスクを脱いだ男と不安を男と言う、はい、今日もおっさんの感想言うただけの日ですこれからも素顔として、はい、素顔、はい、いつでも川口さんって言ってくださって、はいはい、アカウントも AJ スレンダーから川口に名前変えて、あ、もうちょっと名前変えておきます。あのスレンダーがないとちょっと誰か分からなくなるスレンダー川口、あ、スレンダー川口いいじゃないですか、ピン芸人みたいになっちゃう、変えちゃいますね、はい、そんな感じで、はい、本日は AJ スレンダーさん改め川口さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。今日もプロレス最高、このままいいねを押してください皆さん。